カトゥーンバシーニックスカイウェイカトゥーンバシーニックレールウェイ45度に傾いた線路のカシーニックワールドはオーストラリアニューサウスウェールズ州のシドニーの約1 0 0トル西の世界遺産ブルーマウンテンズにあるカトゥーンバに位置する私有の観光名所。シーニックワールドには4つのアトラクションがあり、最も有名なものはカトゥーンバシーニックレールウェイ。他にカトゥーンバシーニックスカイウェイや ケーブルウェイ、古くからの熱帯雨林を通る2 4キロメートルの上り遊歩道のカトゥーンはシーニックウォークウェイがある。また、敷地内には、1日中無料の駐車場、ニューサウスウェールズ州で最も大きい土産物や、いくつかの食事どころがある。シーニックレールウェイは、世界で最も急なケーブルカーの一つであり、4 1 5ルの全傾斜区間の中に、 最も急な52度の傾斜がある。これはもともと石炭やオイルシェールの工業用として1880年代にジェイミソンバレーで建設され、谷底から急斜面を石炭やオイルシェールを乗せて引いていた。1928年から1945年にかけてレールウェイは平日の間石炭を運び、週末には乗客を運んだ。 炭鉱は1945年に閉鎖され、その後は観光アトラクションとして残された。シーニックレールウェイは2013年1月13日に閉鎖され、線路や車両を改良する工事が始まった。工事は2013年4月に完了し、レールウェイは再オープンした。1958年に建設されたシーニックスカイウェイは、 シーニックワールドにあるロープウェイである。スカイウェイは谷底から200メートル上まで峡谷のカトゥーンバだの上を横切って走る。初代シーニックスカイウェイは2004年の初めに取り除かれ同年の12月に新しいロープウェイが導入された。新しいスカイウェイはドッペルマイヤーとクアによって建設され新店として 半透明から透明までの部分の床を回転させる液晶ガラスを設け7二人乗りのキャビンが特徴である。2005年11月、反対の絶壁の上に2番目の駅がオープンし、スカイウェイの乗客が降りて近くのエコポイントまでブッシュウォークをすることが可能となった。1984年にチーニックワールドはオーハンロックにちなんだ。 オーファンロッカーとして知られるジェットコースターの建設を開始した。これは完全にオーストラリアで設計、製造された最初のジェットコースターである。この乗り物のハイライトは200メートルの崖の端までライダーを連れて行き、旋回しながら急降下することである。従来の座り乗りコースターで座り乗り釣り下げ式コースターとされてきたが、 車両が吊り下げ式コースターのように左右に傾くため、その名が付けられた。コースターは、もともとセ、ニックモノレールライドとして計画されていたが、すぐにジェットコースターへと進展した。ジェットコースターは、他の場所での再開発での要求により、公式にオープンしていない。80年代のシーニックワールドへの訪問者は、ピーク時に年間120万人以上となり、 バレエへのアクセス手段を増やす必要があり、シーニックワールドで3番目の乗り物が考案された。ジェットコースターの線路は将来に再開発を可能にするため、適所に移動された。2000年に、シーニックワールドは、ドッペルマイヤーから、崖の端にある25メートルの高い塔を通って、200メートル下のジェイミソンバレエにある、バレエ駅へと向かう延長510メートル84人乗りの、 ロープウェイシーニックスセンダーを導入した。このロープウェイは現在シーニックケーブルウェイと呼ばれている。元々あった回転レストランは再開発のため現在閉鎖されているが、ジェイミソンバレーの素晴らしい眺めが楽しめる持ち帰り用のキオスクのような屋外席のあるテラスカフェを提供している。また、ニューサウスウェールズ州で最大の土産物屋もある。ありがとうございます。